よし。というわけで、ちょっと一旦ゼロからやり直しまして、結構すごいことになってます、ただいま。マシマの兄さんとの初戦を勝ちました、実は。マシマの兄さんとの初戦に勝ち、見てください。なんかね、すんげえ経験値もらって、100何本ぐらいになって、すんげえ今体力とかもいっぱい上げてます。はい、こんな感じに今なりましたんで、やばいっす。やばいっす。で、あともう一つ、この、スタイルを前回まで全く使えてなかったんですけど、今ちょっとスタイルを使いながら、戦闘スタイルね、堂島の竜でずっと言ってたんですけど、戦闘スタイルも使い分けて戦うことによって、結構ね、前よりかはまたやれるようになってきました。というわけで、このまま、葬儀に向かいます。10年ぶりのシャバだってな。うん。早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、はい、さすが兄貴。そうでしょ、バカ言え。俺は無所でも、あ、これも読んだね、聞いたけど、本当ですか、聞いた聞いた、行くよ。最初のうちはね、おまえまだ喋るか。あの喧嘩っ早かった、全然おかわりなく安心しました。変わってないか。か、あれ、どうかしました。実はここに来る前、自分のよう喋んな、もうええよ。兄貴のだといいんだがな。それで葬儀会場の件ですが、正直、はい、もう行きましょう。準備はできました。できてます、もう十分だよ。ああ、大丈夫だ。わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。はい、お願いします。よっしゃ、ミッションクリアでした。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ、復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ、戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。どなしたや、錦山じゃ、お前は。結果葬儀第3章。ああ、あったな、このシーンは前もな。お、親父、すんません。それで、そいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ、帰ってきよったか。やってた。どんな格好やねん。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、そりゃもう。そうか、そうか。
ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指2本で許したるわ。ヤクザ怖っ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。そっち行けと。前より親切設計やん。真実と交流しなければ。とにかく身元がバレないように慎重に行動するしかない。真実と会え。あ、なんか全然あるやん。なんか青いランプがついてる。こんにちは。なんか用か？さっさと、さっき噂聞いたんだがな、道島の親父を殺した桐生がこの葬儀場に紛れ込んでるらしい。マジかよ、バレてるやん。だからこの会場も警戒態勢が引かれているようだぜ。で、あの、青に見つからなきゃいいんでしょ？青に入らなきゃいい。なんで、優しいやん、まあまあ。優しいとこあるやん。こっちが見ていけばいいんでしょ？だいたい。優しい。前めちゃめちゃ見つかった気やんねんけど。世良会長やったらやっぱり内部の人間なのか？ち、誰もその気にしないねえか。全然、照明がつくのは危険だ。え、ちょっと待って。おいおい、そいつバレっから。もうちょっとそいつバレるやつやから。あぶね。ちょ、もうちょ、やめて、キリュウちゃん。そっち行くのやめて。危ないから。あいつこっち向こうから。危ない。よしよし。いやー。いいよ。あれ、こいつめっちゃこっち見てる。向こうのやつは？ちょっと、もうちょっと範囲広してくれんかな。これ、こっちのやつ見てるでしょ、これ。じゃあ、危ない。めっちゃ見てるし。こっちのやつは見てないんか。こっちのやつ、なんやねん。めちゃめちゃええやん。こいつ見てんのかな？あ、見てないわ。ここから先は、もうしょうがなければ立ち入り禁止だ。ああ、もうショートに行かなかったな。この先は真と待ち合わせ場所なんだが、どっかでもうショートに出てこなくては。はい、わかりました。もうショートに行きましょう。あったな、そういうなんな。こっちがでいいんかな。こいつなんか困ってんの。お前落としたよ、どっかに。あ、失礼。お客人、世良会長のお知り合いで方ですか。ああ、そうだか。私は、内部の方で組やっとるもんですが、中部か、中部の、この度はご愁傷様です。本当に途上界大きな柱を失った。この先、誰が頭を受けると、告げるというのか。てんてんてん。あなたは誰がいいとお考えかな。風間慎太郎です。島野です。錦山がいいと思います。いや、風間さんでしょ。ええ。だから。私もその通りだと思います。んだ、風間の親分は、素直に了承するとは思えんですが。そらせやろ。なんか。キリュウちゃんが殺したことになってんやから、うん、すみません、はい、受付でご記帳をお願いします。どこですか。会場へは受付を済ませてからご入場をお願いします。お俺が書いてへんでなんで分かってん。書いとるかもしれんやんけ。ここか。この辺じゃなかったっけ。あそこや。世良会長、本当残念だったな。それにしても本部の警備体制は半端じゃないな。ここでしょ。はい。ちゃんと並んでください。本日はお忙しいところ。並んでないかな。誠にありがとうございます。はい、どうも。こちらにお名前をご記入ください。はい。名前を書くのか。正直に本名を記入。バカでしょ、そんなの。そんなやついないでしょ。偽名でしょ、なんで書くんやろ。これでいいのか。はい。はい、ありがとうございます。すいませんが、はい、どちらの組の方でしょうか。まだそんなのいいの。
昔道島組にいた。昔道島組にいた。サングラスして怪しいよな。そうなんですか。そうなんですよ。道島の親父も10年前に桐生っていう男に殺されちまいましたからね。はい。で、今度は世良会長も死んでしまうなんて。私は誰かが裏で糸引いてるんじゃないかって思ってるんですけどね。まもなく告別式が始まるので会場内でお待ちください。全然良かったんかな。良かったんや。じゃあ良かったんや。これでじゃあ行っちゃおう。キリちゃん入りなよ。キリちゃん入らへんの。入られへんから関係者たち、いや、なんかあれやったら入るんじゃないの。ちょっと入れんじゃなかったの。ちょっとてんてんてん、セラ会長は俺の目標の人だった。まさかこんな日が来るとはな。ちょっと貴重したら入っていいって言ったやん。出てくれへんわ。視聴したら入ってくる。入るボタンあるやん。入るボタンがあるかな。なんやね。うっかりやわ。はい。あ、こいつやった。あとで絶対に始末書を書かされるな。どうした？いや、葬儀のバイトでここに来てるんですが、喪章をどっかに落としてしまって。あらららら。マイク落としたね。あれがないと裏口に入れないんですよ。どうしよう。どこに落とした？確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。すごいな。探しに行かへんんだけど、お前。でも探しに行かへんや。おい、うろちょろするだ。今問題を犯したらただ済まされないぞ。もう仕様なくしちゃったなとか言ってるよ。20キロ移動した。自分なしで20キロ、10キロ移動したんか。20キロ移動してないな。もう一度、あ、だ、もう光ってるやん。あからさま光っとるわな。お？なんか落ちてるな。無償を手に入れた。そう、関係者の無償か。これさえあれば、関係者ですよ。あ、それ私がなくした無償。だから、見つけてくれたんですね。だで。うん。ああ、バレてモテるやん。ありがとうございます。うん。助かった。お前ついてきてやろ、俺に。取られた。ちょっと待ってさ。くそ、せっかく裏に入るチャンスだったり、他に手に入る手段がないか探し物。前これで OK やったんちゃうの。チーだよ、ほんと。マジかよ。やり方変えてきよるな。もう新たなゲームっぽくて面白いけど。ちょっと、もしおくれや。あれがいるわ。あれはさっきもしをなくした葬儀屋の。しかし、マネージャー。もしは探し出したじゃないですか。そういう問題じゃないんだよ。あれほどあの喪章は大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。バカだな。お前ヒゲ剃らんでいいんかよ、こんなところで。そういや。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。チェ。すげえな。あ、おい。喪章返してくれよって。何やったんやつ。最近の若いやつは。あいつ若かったんや。あいつ若いやつな。2階の控え室に登場会の幹部たちが集まっている。あんまり騒がしてると追い出されるぞ。風麦島の錦山組、他の下部組織の連中も一堂に集まってるからな。世良会長の総指だけあって、これだけ集まるのは久しぶりだ。登場会の勢力はまだまだ健在だな。だって、あいつ、プレイヤーはよ、もう。猛将にちょっと一手間かけすぎやろ。あ、タバコ吸ってるわ。くれ、それ。あ、さっき猛将を探してくれた人ですね。うん、猛将どこ行った？ありがとうございました。うん。何やら、上司と揉めていたようだが。見てたんですか。見てましたよ。実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして、減給とか処分されそうだったんで、こっちから辞めちゃいました。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし、あのマネージャームカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。お前絶対仕事続かへんやつの典型やな。せっかく探してもらった喪章ですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ
私はこれで帰ります。はい、ありがとうな。ゴミ箱さんの家やけど、ゴミ箱に申し忘れてたと言ってたな。探していっか。どこ、これか、これか。はい、ポケットティッシュを拾った。ゴミ箱いっぱいあんちゃうやろ。あ、ほんと、これかな。ちょ、見て、ちょ、違うんかよ。おいおいおい、もうゴミ箱あさり、あせんなや。キリュウちゃんにゴミをあさらせんなや。かな。無償だ。さっきの葬儀屋が捨てたものだな。って言えた。おし。おし！じゃあ行ってやろうぜ。これ装備しなきゃダメとかないよな。どけ。おう。葬儀関係者かい。そうやで。そろそろ葬儀が始まるから、準備してくれ。はい。お前そのサングラス取るよって言われへんよな。よし、これで。あ、ハゲてるやついる。ちょっと顔を貸してもらおうかい。うわ、出た。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合や。バレてるやん。正面から堂々とはの、堂島の桐生は。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟錦山か。錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦山か、あいつめ。オンワードで返しやがって。いた、いきなり殴られた。ほらお前、キリュウちゃんまだ鈍っとるの。道島の竜言うてもこの程度かい。お前やったっさかいな。今からな、言うとっけど、この前までの俺やと思っとったらあかんで。よし、ちょっとあれ変えたい、スタイル変えたい。これダメだ、これいいから。ラッシュで行ったんだったらパッ、ハハハハハ。ああ、ははは。あったた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 これや、いけ、やってしまい。わざだよ、あの煙の色でやんだよ、煙の色で。ボケこらん、やったったで。しかし極み、極めた。ゆっくりやりたいときは三角。そうなんや、三角だね。ゆっくり歩けない全然。どういうこと？三角押してる。なんなら三角で突然行ってるよ。よし、じゃあ行くか。オッケー、入ろうぜ。オッケー。シンジ、シンジ、実は今ここに来る前に襲われた。え？え？近江連合の奴にだ。どうも錦が支持してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかったな。はい、とにかく風間のおやさんのところへ行きましょうか。真実について行こう。はい、おやさんはこちらです。はい、行きましょう。真実についてかねえの。おやさんはこちら。知ってますから。真実いかへんの。